油をチェーンオイルの代わりに使うことをおすすめしない理由を2分で説明するのだ。その理由は変質が早いからなのだ。ただチェーンが油切れを起こしているなら一時的に塗っても問題ないと思うのだ。チェーンの状態は画面のように専用オイルを使えてれば良いものの、油切れの状態より油があった方がマシなのだ。結論としては変質が早いからおすすめしないが、油切れを起こしているなら一時的に塗っても問題ないという結論なのだ。ここからどのようにして油が変質するのかを説明するのだ。油の中に含まれている不飽和脂肪酸が酸化されることにより大きな分子となり固化してしまう。これが変質のメカニズムなのだ。変質の要因として画面のようなものが挙げられ、自転車はどの条件も当てはまる可能性があるため、通常より変質が早く進むため一時的な使用のみにとどめることをおすすめするのだ。もし使うとしても要素価が低いものを選ぶべきで、この要素価は油の変質しやすさを表しているという認識で構わないのだ。画面のように一般的に機械に使う油は要素価がほぼゼロで変質しにくいことを表しているのだ。次に実際はどうなんということで試してきたのだ。チェーンは脱脂状態のものを用意し、ここにサラダ油を塗るのだ。一応潤滑はできているのだ。しかし1週間経つと汚れとともにボソボソに固化してしまったのだ。要素価がサラダ油より低いオリーブオイルでも同じ条件で実験するのだ。一応潤滑はできているのだ。1週間経ってもサラダ油とは異なり固化した様子は見られなかったのだ。実験結果も踏まえて結論を言うと、変質が早いからおすすめしないが、油切れを起こしているなら一時的に塗っても問題ないという結論になったのだ。